壁に穴開けんのに、火またぐ。ポスターを、ポスター、はい、10枚ぐらい買って、はい、それを額装してもらって、それが仕上がったらしいんで、はい、それを取りに行くという。そして、はい、家の壁に飾るっていう。なんだよ。なんかこの辺りで一発。これも入れんコンクリートを買おう。道具を揃えていただいて、それから呼んでもらっていいですか。わかりました。すいません。すいませんでした。ということで、江原さんにあれの優先じゃないと弱いって言うから、うんうん、これ買って。だからコンクリートの穴開けようって買ったもうドリルはいらんよな。俺の心に穴を開けられた。今日まで使わず置いといたから。これ。でもこれもうコンクリート用の買って。はい、けどもうこれでももし何かあかんかったら俺もうガレージも今後どうしていくか分からへんからもう見て、うん、せんか知らんけどテンション上がってみて。でかっ。ドリルちょっとやろうか。ここに一応コンセント作ったけどこんなもん使うことあんのかいな、うん、ああ穴を開けるためにつけてたとは。それじゃないとダメだったんだ。おお。ええ音してるやん。でこれで、うん、いきましょう。この間これほら配線跡ビグの線できるのかな、うん、はい。めっちゃいくやん。一緒やな。これが有線のすごさですね。かあ、うん。一緒やで。すごいな。ピンマイクなんか、うん、いつまで電池つけて、うん、コード通して、うんうん、もう先っちょだけでいけるやろ。うん、あれ線いんねんな。これでこれを打ち込むよって。プラグですね、ビスをこう打つために。そう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 。お、これでいいね。あ、もう入ったってことか、はい、すごいね。で、例えばやで、はい、あっさりと前回のが配置をでもあとどうするかやんな、うん、考えて打たれへんで、うん、サイズも色合いもこうなんかでもまあ適当にやるしかないな。この辺かな、どうあるかな。一緒やね。すごいな、有線。
いいよ。うん。なあ。コンクリなんか穴開けたりしてたら俺出張で行くけど買うのはなあ、こんなもん一発二発のためになあっていう人おるぜ、うん、もう今、うん、ポスターを押しなってるもん新しいポスター最後最後やねこれ嫌やわコンクリがパリッと割れたんじゃないですか。よし。この上でやった。おお。いいですね。完成しました。ありがとうございました。だいぶ想定より巻きで。だいぶ巻きだな。あ、もう一枚。ちょっと階段。はい。まだもう一個あるんですか。もう一個階段。顔面のポスターで、これ見たことないから、はい、めっちゃええなと思って、いいっすね、うん、ありがとうございましたいつでも皆さん、出張穴あけ兄や出張穴あけ兄や参上しますんで、はい、一報いただけたらね、行きましょうよどこにでもお宅の穴お宅に一穴いかがですか